このチャンネルは J3 バンラーレ八戸のホームタウンのおすすめしたい飲食店観光地を皆さんにお届けしているチャンネルになります。ぜひ最後までご覧ください。そして応援の気持ちでチャンネル登録お願いします。こんにちは、バンラーレンタカーの坂戸健太です。本日は青森県八戸市根城にあります恵比寿軒さんへ行ってきました。本日僕が注文したメニューは一番人気メニューのエビ味噌ラーメン880円になります。それではいただきます。恵比寿軒さんは駐車場がお店の横にあり、外装からエビのラーメンがおすすめなんだなと分かる赤い目立った建物なので分かりやすいと思います。店内はテーブル席とカウンター席があります。テーブルに本日注文したエビ味噌ラーメンが届いた瞬間にエビのいい香りがすごかったです。まずスープからいただいたんですけど、もうエビです。エビの味が口の中に広がって鼻にエビの香りが抜けていく、これは今までに味わったことないラーメンでした。しかもこのエビの味がしつこくない強さで、ちょうどよく味噌のコクも感じることができるベストバランスのスープです。そして少しピリ辛なので、このピリッと辛い感じもたまらなくいいなと思いました。トッピングはチャーシュー、メンマ、もやし、ネギ、水菜、海苔が乗っており、センターに大量のもやしが乗っているので、このシャキシャキ感がいいアクセントになってるなと思いました。チャーシューは口に入れた瞬間、とろけるような柔らかいチャーシューで、豚の甘みがじわーっと口に広がります。僕の大好きな海苔も乗っていて、やっぱり海苔はどのラーメンにも合うなと改めて実感しました。エビの味がよく効いたスープなので、この海苔が合わないはずがないですよね。麺はもちもちの縮れ麺で、スープが若干とろみかかったスープなので、この縮れ麺とよく絡んで最高です。どんどん食べ進んで気づいたのですが、多分エビの皮を揚げて粉にしたものが入っていて、これも時々口の中に入ってきて食感がよく、これもいいなと思いました。この今までに食べたことがないエビの味がよく効いたラーメン、本当に美味しいです。他にも調べてみたら、背脂をトッピングで注文したり、エビ粉をプラスで入れることもできるそうで、これももっとエビの味が強くなって美味しいんだろうなと思います。エビ好きな方はぜひ行った際はトッピングで追加してみてください。エビのラーメン以外もあるそうなので、エビが苦手な方と行った際も楽しめるお店だと思います。ぜひ気になった方は恵比寿軒さんに行ってみてください。他にも皆さんにおすすめしたい八戸の美味しい飲食店の動画がたくさん上がっておりますので、またそちらの動画でお会いしましょう。本日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。